はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎名義晴です。今回からですね、何回かに分けて、トラブル現金というテーマでですね、皆様に少し深く、話をしていこうと思っております。よろしくお願いいたします。トラブル現金、トラブルの種類によるんですが、トラブル起きてしまった時ですね、どこに最初に連絡してどうすればいいかという部分でですね、これ順番間違ってしまいますと非常に、逆に大変なことになってしまいます。なので、その辺のところを、いつも、シミュレーションというかですね、どうしたらいいかということをやっぱり頭の中に一つ考えておく必要があると思います。またですね、もう落ちてしまったら、嘘を隠しなくしっかりとこう報告しなきゃいけないんですけども、まずはですね、そのトラブルを起こさない、どうしたら起こさないかということも、非常に大切になっていきますので、それもしっかりと、シミュレーションイメージしとかなきゃいけません。またですね、起こしてしまったトラブルについては、もちろんお詫びすることは当たり前なんですけども、なんで起きたのか、どうしたら今度はそれが、対処できるのか、事前にですね、対処できるのかということをですね、そこでやっぱり学ばないとこれは意味がなくなってしまいますので、起きたトラブルに対してはもう真摯に受け止めて、どうして起きたのか、じゃあどうしたらそういうトラブルが起きないのかということをですね、しっかりと実践していかなきゃならないということになります。ということでですね、次回から、少しそのトラブル一つ一つについてですね、もうちょっと深くお話をしていこうと思います。ということで、今回トラブル現金というテーマでお話をさせていただきました。今おもてなし便ではですね、ドライバーさん不足でですね、非常に困っております。本当に人の手が借りなきゃならない状況でですね、ぜひ皆様の、お力添えいただきたいというふうに考えております。この業界本当仕事はいっぱいあるんですけども、ドライバーさんが不足しているということで、例外なく弊社も困っております。ぜひですね、この動画をご覧になっている皆様、お力添えよろしくお願いいたします。ご連絡先申し上げます。090-1996-4638 090-1996-4638 おもてなし便シーナの携帯まで、お気軽にご連絡いただけたらと思います。ぜひですね、皆様といいご縁を結び、共に学び、共に栄えたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。